皆さんこんにちは、アルコールマシン、こんにちは。自然栽培をなりわいとしております能登半島で、農家しておりますベリー水野です。ヘルスコーチ、千葉のヘルスコーチの橋口です。ハッシーと呼ばれておりますね、はい、よろしくお願いします。橋口さんのプロフィールのご紹介させていただきます。どんな方なのかということで、あの橋口さん、橋口光輝さんは、はい、世界のエグゼクティブを変えたドクタージョーンズさんって有名な、はいはい、機能性医学っていう、あの、うん、あのアメリカのドクターになりますよね、うんうん、はい、で、あの、はい、有名な著書が、そうですね、あの、はい、超一流の食事術っていうね、聞いたこともある方も多いと思うんですけども、はい、その、はい、ね、先生に、はい、学ばれて、はい、健康のことですね。そうですね、ずっと学んでる、はい、で今も YouTube 上で、はい、その健康医学を発信されてるということで、はいはい、私もね、やっぱり自然栽培農家になる前はコアなそういう自然食の消費者で、そういう勉強を経て今があるので、すごくね、あの伝えたいことが一緒なので、すごく動画は、そうですね、橋口さんの動画は、あの入門編というか、私はもうね、あの生産者側になってるので、いろんな情報ね、あのね、学んできた口なんですけど、まだ日本の食のね、現状とかご存じない方にはすごいおすすめのチャンネルさんになるので、あのこちらも概要欄に貼っておきますので、橋口さんの、あの GMO 遺伝子組み換えのね、あの実情とか農薬のね、実情とか、ちょっとショッキングな、ね、あの動画タイトル多いんですけど、全部事実なので、ご存じない方はぜひお友達に紹介してみたりですとか、ご自分でね、まだ知らない項目ありましたらチェックしてみてください。あのすごく分かりやすく情報まとめられているのでおすすめです。あとご自身もね、あのドクタージョーンズさん に指示なさって、あの25キロの減量に、そうですね、こちらで成功されたってね、すごいですよね、25キロって人の半分ぐらいの体重になりますよね。成功されたということで、ご自身も今そういうダイエット法ですとか、ファスティング断食の方法とか ね、はい、あの講座されたりしているみたいで、あと YouTube 上でもそういうファスティングの方法ですとかね、あのご紹介されていらっしゃるので、ダイエットにご興味ある方にもおすすめなチャンネルになっております。あの健康目的というか、健康オタクの人が多いですね。あ、やっぱりダイエットっていうより、なんかそう、そうなんですよ。健康オタクの人が多い。そうですね。オンラインで100人ぐらい今、はい、入って、すごいですね、はい。断食企画やってます、うん。断食企画なんですか。はい、断食企画で。すごいな。講座でやってます。今日ちょうど12月の1日なんで、はい。スタートしますけど、12月。ああ、はい、まさに。はい、おま、じゃあ、健康に興味のある方、はい、健康になりたい方はね、ぜひ橋口さんのサイトを見てみ、はい、てください。よろしくお願いします。はい、私たち大体1年前ですよね。そうですね。はい、YouTube を学ぶ講座で、うん、初めてお会いしまして、で、何で発信されてるんですかっていうふうにお聞きしたら、同じようなテーマで、そうですね。はい、健康とか、ね。健康とか、あと食の裏事情ですとか、ね、農薬とかね、そういったものの、まあ、啓発も込めた動画作りっていうところで、私のね、チャンネルも、まあ、自然栽培っていうのは、まあ、そういうね、ものなので、意気投合しまして、いつか、ね、コラボができたらっていう話。そうですね、あ、その時話してましたもんね。してました、してました。ね、私たちまだその時、数百人だったんですよね。そうですね。懐かしいですよね、1年前。数百人。YouTube のチャンネル登録者様がね。ですよね。ですよね。2、300とか、私は確かその時400もだったかな、忘れちゃったんですけど、もうそんなだったので、とりあえずまずは1000人をね、超えたいっていうことだったんですけども、橋口さんはなんと今2万3000人。ね、そうですね、すごいですね、はい、びっくりしました。もうだん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 うなぎ登りでね、あの頑張ってらっしゃるなって毎日のように発信されてね、素晴らしいと思います。私も、ね、2500人とかですけど、あの時からはね、かなりね増えた方が懐かしいですね、あの時は、ね、本当に模索してましたよね、はい、YouTube ね。でも見てましたよ、登録、あの時登録して見て、ね、ずっと見てましたよ、ね、ありがとうございます。私もチェック、あの近況とかチェックさせていただいてはいたんですけども、
こうしてコラボできて嬉しいです。そうですね、ありがとうございます。はい、その時のね、1年前にね、グランデールさんのことはご紹介いただいていて、はい、こんなスーパーがあるので、あの私がね、そういうキムチとか加工品を出した時はぜひ紹介していただきたいっていうお話だったんですけど、無事今回それが1年越しで叶って。そうですね、はい、私ここの近くの我孫子農園っていうところで自然栽培やってるんですけど、はい、仲間と一緒に。そうなんですね。仲間うちでも結構話題というか、はい、あのベリー水野さん紹介してくださいっていう人。え、本当ですか？いちごを作りたい人が結構いて。本当ですか？そうそうそう、うわ、それ嬉しいな。だから見てますっていう人。あ、本当ですか？仲間うちでは。はい。じゃあ今度あれですね、またこっちに来た時に、あの、ぜひ、はい、お伝えください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あれですね、橋口さんも、あの、私は、はい、はい、こんなのを作っております。あの、うんうん、ニュージーランド産のグラスヘッドボンブロスっていう、うんうん、ボンブロスってご存知ですか？うん、橋口さんの動画で拝見して、はいはいはい、はい、存じ上げております。はい、骨を煮込んだスープですね。はい、はい、動物の骨を、まあ、ちょっとね、あの、うん、ビーガンの方はちょっと飲めないかもしれないんですけど、うんうん、骨を煮込んだスープになってまして、はい、はい、すごい長時間煮込んで、まあ、中から栄養素が結構出てくる、うん、タンパク質もすごく豊富で、コラーゲンが結構入ってます。へ、飲むだけでプルプルになる。あ、で結構アメリカなんかだともう流行って。あ、そうなんですか。どれぐらい前に流行りだしたんですか？もう何年も前から多分あると思うんですけど、結構あのスターバックスコーヒーの代わりにボンブロスを一杯買って、うん、ニューヨーカーが、そんなにハマってるんですか？専門店があるんですよ。へー、で、すごい、知らなかった。そうそうなんですよ、ボンブロスが結構流行っていて、うん、まあいずれ日本でもちょっとブレイクするかなと思って、うん、あのただあのこの素材がすごく命なんですよ。そうなんですか。うん、だから自然に本当に作られている、うん、作られているとか、まあ飼われている、うん、その牛さんだとか、うんうん、鳥だとか、まあ、平飼いの鳥だとか、うん、天然の魚なんかがすごくいいんですけど、うんうん、作るとですね、まあ、すごく栄養のある、うん、世界一多分栄養があるって言われてるスープですね。砂糖も甘味料も化学調味料も無添加ですね。さすがですね。はい、あとこっちはあのお魚ですね、うんうん、伊達マグロのフィッシュボーンブロスってやつで、うんうん、これあの宇和島さんの養殖のマグロなんですけど、うん、生きた餌しか食べてない、へー、魚で魚の骨を煮込んだスープになってます。2種類あるんですね。はい、作っています。もうご自分の会社で作られてるということですね。そうですね、はいはい、うん、いつぐらいに出されたものなんですか？これはもう2年、3年前ですかね。こっちの牧草牛は3年ぐらい前から販売しています。こっちは新発売になってるんで、はい、あ、魚の方ですね、はい、つい最近で。これはどちらで買う、購入することができるんですか？これは、ここシーズンズ、あのクランデールさんの、うんうんうん、あのオーガニックスーパーの通販サイトがありますね、はい、ここシーズンズってあるんですけど、うん、そちらで購入できます。はい、はい、販売しております。動画の概要欄に貼っておきますので、はい、後ほどご覧ください。ベリー水野さんはあれですか、うん、なんかこのきっかけってあるんですか？その自然栽培をやろうと思ったきっかけみたいな、やっぱり、ま、一番そこが聞きたいですよね。だって東京、うん、あ、私東京出身なんですけども、東京出身のね、おなごがね、うん、なぜかで、ね、そうっすね、5、6歳ね、役所になってて、でなかなかね、異例のキャリアなので。ね、でもこれから増えるんじゃないですか、結構、ね、私もそう思ってます。うう、ね、やっぱりそれが地に足のついた生き方というか、うん、本来の人間らしい生き方なので、多分本能的に皆さん分かってらっしゃると思うんですよ。だからだってほら、定年退職したら夫婦でどうか別荘地買って、うん、あの家庭菜園したいわっていう方多いじゃないですか。それは本能がね、そういう生き方を求めてるからだと私は思うんですよ。貨幣制度の部分が解決したら、貨幣制度の中でお金の部分が解決したら、次にやりたいことってそれの方多いから、ね、そうですよね。うん、で私の場合はなぜそんなね、あのその退職するような年齢になる前にそういう暮らしに移行したかっていうと、あの私自身がちょっとやっぱり体が弱かったというか、あの化学物質過敏症ってご存知ですか？はいはいはい、化学物質過敏症の毛がね、あるあの体質だったんですよ、もうずっと若い頃から。でやっぱりそれはなぜかって遡っていくと、あの自分はあの母が、23歳の時に、あの父がね心臓病で亡くなりまして、私が3歳の時だったんですけど、
あのずっと母があの女で一つでね、うん、あの私と弟を育てたんですけど、看護婦だったので、うん、やっぱり仕事に行ってる分お家のことがねやっぱりできない、仕方ないですねそれはね、うん、だったので外食が多かったんですよ、うん、子供の時からもずっと外食で育ったようなもので、はいはいはい、やっぱりもう外食ってねその当時から化学物質とか添加物まみれだったわけじゃないですか、うん、だからやっぱりねその成長期の過程でその食事の部分がちょっとロサカだったっていうのもあって、私もね弟もやっぱり体がね、うん、強くなかったんですよ、うん、月に1回風邪ひいたりとか、うん、私だったらその婦人科系の生理痛とかがすごいもう、うん、すごい重度でひどかったりとかで、すごいもうやっぱり若い時から健康っていう部分がすごくあれだったんです、求めてたんですよ、うんうん、いつ体強くなるんだろうとか、どうして自分は体が弱いんだろうってずっと思ってて、でやっぱりいろいろ知っていくうちに、その日本の食の裏側、ね、裏事情ですとか現状とかを知って、はいはい、あ私のその体の不調は全部食べ物から来てたんだってようやく気づけたのが20代の後半の時だったんですよ。でそこから自然食ですとか、うん、そういう無農薬のものを食べるようになったり、あとベジタリアンになったり肉を食べなくなったりとかしていって、どん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 改善していったんですよ。すごい重度な冷え症だったのも改善していったりとか、あと生理痛もねだんだん軽くなっていったりしていって、で、自然栽培に行き着いて自分で家庭菜園をやり始めて、でやっぱり実情、生産者さんの実情を知るようになって、うん、今全然求められているものに対して、需要に対して供給が追いついてないっていう現状を知ったので、これはちょっと生産者側に回らないとなって思い始めたタイミングで能登 その自然栽培の実践塾に出会い、1年間かけて東京を通って、東京から能登に通って、で農業塾で自然栽培のことを知っていくうちに農家になろうって決意して、で移住して農家になったっていういきさつです、ね、なるほどです、はい、ありがとうやっぱりそういうことがね、うん、やっぱり、うん、やっぱり私もそう思うんですよ、自然栽培を広めようってことで今このね動画を YouTube チャンネルを発信してますけども、差し迫った何か危機とか、ご自分の健康の危機とか命の危機がないと、なかなか皆さんねもう慣れ親しんだ消費から抜け出せないんですよね。私も家族母は健康な人間だったから、やっぱり最初の頃は反発されたりもあって、そんな高いものなんとかって言われて反発もされてたんですけど、やっぱりね長い期間を経てやっぱり私が健康になっていったりとか、あとは私自身が生き生きした生き方になってるのを見て、自然栽培ね、いいんじゃないかってなって、今は、うんうん、母も自然食がもうね普通の、ね、状態になりましたけど、やっぱりそういうふうに何かこうね差し迫ったことがないとね、結構厳しいんじゃないかなと思いますね、うん、やっぱりね日本は澤田さんの動画ね見ていただきたいですけど、講座のね動画見ていただきたいですけど、陰謀論とかでも何でもなく、何でもないですよね、何でもなく言う人いますけど、ね、言う人いるけど、そうじゃなくもう本当に事実、本当に日本はやばいんですよ、やばいっすよ、他の他国と比べて ね、 やばいんですよ、やばいっす、遺伝子組み換えがゴミ捨て場みたいになってて、ね、世界の廃棄場所みたいになってて、それがねまかり通ってるのが残念ながら我が国日本の現状なので、知って自分とご家族の身を守るっていうことをしないと、本当にね病気、本当にもうすぐ病気になっちゃったり命短くなっちゃったりねすることになるから、残念なんですけどこれが現実なので、やっぱりねきちんと目を開けて真実を知っていただいて、そこからですよね、そこから何を感じてどう行動するか、行動するところがねご自身とご家族を守ることにつながると思うので。